はい、ということで今週も始まりましたハイチのダラダラジオでございます。今週は多分コメンテーターハイチみたいなタイトルになってるかと思うんですけど、今ホテルでこれ今喋ってまして、さっきサタデーステーション昨日ですね、生放送に出させてもらったので、それの収録終わって今ホテルに戻ってきて撮っている感じです。でなんでこのタイミングで撮ってるかっていうと、今日が最後だったんですね。約1年間、確か去年の7月17とかその辺がね、初めて出させてもらってから、合計10回、もうねコメンテーターやらせていただきまして1年終わりましたでなんかせっかくなんで、皆さんあんまね見てない方も多いと思うんですけど、ちょっと1年やったのを振り返りたいなっていうのもあって喋っていきます。興味ある方はねぜひ最後までお付き合いください。でそもそもですね、その7月、去年のね7月に、まあお話いただいたのはもっと前ですけど、こう受けるか受けないかっていう、多分これ前も話したかもしれないんですけど、最初断ろうと思ってたんですよこのお仕事で。なんでかっていうと、そもそも YouTuber とですね、そのテレビってやっぱり相性があんま良くなくって、で特にコメンテーターっていうポジションってものすごく相性が悪いと私は思っているんですね。本もそうなんですけど、同じことを言ったり同じことを書いたりとか、コメンテーターで同じことを発言したとしても、誰が言ったのか誰が書いたのかっていうのがすごく大事なんです。で YouTuber っていう肩書きがある以上、 YouTuber が何偉そうにっていうのはやっぱねどうしても出てしまうんですよねと思ってるんです、私は。だからすごく相性は良くない、だから出ることによって叩かれるんじゃないかっていうのは最初にもパッと思ったことなんですよ、スタートの時に。でも結果としてなんで受けたのかっていうと、2つ理由があって、1個は真面目な理由で、経験したかったっていう。私人生は、経験値が高ければ高いほど幸福度は上がると勝手に思っているんです。でコメンテーターの仕事なんてやりたくてできるものじゃないじゃないですか。だからその怖いけど、でもこれを経験することによって、その経験した経験値を子供たちに還元をしたかったんですよ、何かの場で。だから経験したからこそ喋れることってあるので、そういった意味で自分を高めるためにもそうだし、子供たちに何かを還元できるんじゃないかっていう期待値も込めて受けました。でもう一個はちょっとこれはね、動機が不純なんですけど、単純に司会の高島彩さんに会いたかったっていう。皆さん、高島彩さんどうなんだろう、若い方はあんまりピンとこないかもしれないんですけど、私がやっぱり学生時代のやっぱちょっとアイドルアナウンサーなんですよ。もうフジテレビの目覚ましテレビのあやパンっていう、多分みんなのお父さんお母さんに聞いてください、ピンとくる方多いと思います。すごく好きだったんですよ、で好きっていうのは、なんかもうこの高島さんを、その朝ね、うちもともと目覚ましテレビ派だったんで、目覚ましを見てると元気になるっていう、で高島さんとお仕事ができる、お会いできるっていうのは、これは会いたいって思って受けました。で最初のね、この生放送をやった時に、こう結構視聴者の方、見てくださった方からも結構好評だったし、そのやっぱ現場のスタッフの方からすごくね評判が良くて、ありがたいことにね。でその後も出てくれませんかみたいな感じに話をいただけて、結局1年間もね合計10回も出してもらえたという感じだったんですよね。で正直YouTuber を出す方もリスクをかなり負ってると思うんですよ。なんで YouTuber なんかみたいな風になる。でもそれでもすごく温かくね、こう受け入れてくださって、で私そんなに多くないですけど、テレビの仕事ねちょこちょ こう出させてもらって、現場とかも行かせてもらうのが今まで何回かあって、これはね間違いなく言えることなんですけど、今まで経験した現場の中で一番あったかい現場でした。これはもう絶対そう思えるやっぱりそれはスタッフの方も素敵だし、でも皆さんがおっしゃるのは、やっぱり高島さんを中心としてすごいこうね、あったかいコミュニティというか現場が出来上がってるんですよね。やっぱそれはねすごいなっていう、高島さんも板倉アナウンサーもそうなんですけど、もうほんとプロだなっていう、まあ当たり前なんだけどね、みんなプロなんで当たり前なんですけど、すごく毎月こうお邪魔するのが楽しみだったし、もちろん毎回緊張はするし、多少ね不安はもちろんあるんだけれども、でも楽しみでした、この仕事をこう来るのをね。だから正直今日でね、もう最後になってしまったんだけど、
まあ正直寂しい。寂しいがね、7割ぐらいで、3割ぐらいちょっとほっとしたってのもあるかな。生放送だから、なんか自分がね、まあ一回ちょっと言葉選び間違っちゃってね、ちょっとありましたけど、こう、ごまかしが効かないので、不安というか、緊張はやっぱり毎回胃が痛くなってたし、放送前は。だけど、まあ、そこから解放されたからね、ちょっと安心はもちろんあるんだけど、でもやっぱり結構寂しいなっていう。でもね、本当にいい経験をさせてもらいました。でやっぱこの1年間ねやらせてもらって感じたこと、でもね一番はね、プロの仕事をやっぱり間近でプロと一緒にプロの仕事をさせてもらえたことっていうのが一番大きかったと思います。でその高島さんとかそのスタッフの方とか板倉アナウンサーとかでも皆さんそうなんだけど、まあ、一番何なんだろうな、なんかいろんなことわって思ったけど、でも仕事を楽しむ姿勢、そして楽しんで仕事をしているんだっていうのをがいる気持ちがその相手に伝わることって、こんだけ現場をさ、いい現場にするんだなっていうのをものすごく感じたんですよね。やっぱ人っていっぱいいっぱいになると周りが見えなくなるものだと思います。で自分も受講者の時からすごく気をつけてはいたんだけれども、やっぱり自分がこの仕事のプロ意識を持って、しかも楽しんで自分がまあ楽しませるもそうだけど、楽しんで仕事をするっていうことがすごく大事、高島さんとかからそれをすごく感じていたんですよね。だから本当にご一緒できてよかったと思うし、なんかもう言い出したらキリがないんだけど、そんなことをすごく思いました。自分のスキルがねこの1年で上がったかどうかはちょっと分かんないですけど、でもざっくり言うと強くなったと思います。この1年ですごくこのサタステっていう現場に携わらせてもらったことによって強くなったと思うな。強くなったって表現は正しいのかな、でも成長した。そっちがしっくりするね。成長したのがしっくりくるかもとは思う。だから引き受けてよかったでしかもさ、ありがたいことに多分そのサタステに出てたこともあって、実はねコメンテーターの仕事でこの半年ぐらいに実はあと2つもらったんですよ。そう、結構レギュラーのやつとかもあって、でもね断りましたまあそれはね、断った理由はちょっと伏せますけど、まあ別にね、なんかネガティブな理由とかじゃなくて、まあ、YouTube にやっぱり打ち込みたいっていうのもあったし、やっぱりコメンテーターっていうポジションが YouTuber と相性が悪いっていうのは未だに思ってる。だからこそYouTuber を起用し続けてくれたサタステの皆さんにはもう感謝しかないんだけど、やっぱりそれはあるから、それをそうだね、あの現場、あのサタステの皆さんの現場以外ではなんか1回だけとかだったらねまだあるかもしんないけど、でもレギュラーとかは多分無理だね。俺が耐えらんないと思うそれでさ、気を病んでさ YouTube の仕事に影響出たら元も子もないし、俺のホームグラウンドは YouTube だから、だからなんかそんなことを思った日です。もうね今ね本当帰ってきてちょっとシャワーねバーって浴びてすぐ撮ってるから割とまとまってなくてごめんなんだけど、まあそんなことを思った、1年でした。あっという間に1年だったね。半年かと思ってたら1年だって、さっきスケジュール見ててそしたら、あれ去年の7月じゃん最初みたいなね。いやー1年って早いっすね。もうそりゃ年取るわけだよまあこれからね、まあ、テレビの仕事が増えるとは思ってないんですけど、でもまあこう、まあ、さっきも言ったみたいにホームグラウンドは YouTube なので YouTube の活動をメインにしつつ、でも私の役割というか今のミッション、大事なところはやっぱり保護者の方とか学校の先生に存在を知ってもらうことだと思ってます。今回サタステ出てさ、すごく嬉しかったのがみんなが感想をくれるじゃんか。その中で出てて、たまたまね見てて出てたら俺って子供がね、普段使ってくれてる子供がこれ私がね普段ねこの人ので勉強してるんだって言って、親御さんがそこで知って、あこの人なんだって言ってなんか理解してもらいましたみたいな。 YouTube で勉強とかありえないっていうママだったんだけどみたいなとかも結構あったりしたんですよね。だから親子の会話のきっかけになんか自分が出てたことがなって、子供が使ってくれたけど親は知らないっていう状況から親御さんも一緒に知ってくれたりとかで、サタステきっかけでねお母さんが応援してくれるようになったりとかも結構あったので、そういったなんかやっぱり
YouTube 見ない方は YouTube 見ないから当然。だから YouTube でどんだけ頑張っても認知はしてもらえないんだよね。でそこでテレビっていうやっぱり違う、そのやっぱね、YouTube より大きいこうプラットフォームを使うことによって知ってくださることが多い。で、やっぱさ、俺子供が勉強を YouTube でやってくれてて、で、YouTube なんかで勉強できるわけないじゃない、ちゃんとやんなさいよ、みたいなって、やっぱ未だにあるんよね。あれだけはね、本当に悔しい思いさせたくない。子供たちに。だから、自分がもっとちゃんと知ってもらえればさ、そんな辛い思いもしなくて済むじゃん、子供たちが。だから、そのためにも、使えるものは使うって言い方も悪いけど、でもやっぱり自分は知ってもらうっていうこと、 YouTube で勉強できるんだっていうものを知ってもらう入り口になってもらって、でその後に俺じゃなくてもいいと思うよ、他のね、YouTube の方、教育系の方のにが好きで見てくれる、それでいいじゃん、入り口になれば十分だから、それが俺の役割だと思うんで、だからまあそれをね、まあ、叶えるためにというか、あの親御さんとかその自分世代とか自分よりちょっと上の世代の方たちに知ってもらえるようにするっていうのが、まあ、俺の役目なんで、これからもねそこを目指してというか、そこをしっかり意識して仕事をしていこうと思います。はい、ということでね、ちょっと長くなっちゃったけど、ここまでねお付き合いいただきありがとうございました。そしてね、改めてになりますが、サタステね見ていただいた皆様ありがとうございました。でサタステのスタッフの方たまに聞いたらくださってるらしいんで、あのこの場を借りてになるんですが、あの本当にね、あのお世話になりました。またね、あの最後お話もしましたけども、今度は自分の活動を取材してもらえるように、はい、こんな YouTube チャンネルがあるよってね、取材してもらえるように、あの活躍の幅広げていけるようにね、頑張っていきますんで、今後もどうぞよろしくお願いします。はい、ということでここまでお付き合いいただきありがとうございました。またね来週何か喋っていきますんで、よかったらそちらもぜひ聞いてみてください。それでは今週1週間が明日からね、1週間が皆さんにとってね良き週間になることを心より願っております。また来週お会いしましょう。それじゃあまたね、バイバイ。